フィンランド一部ヘルシンキの MF 田中アトムは今季ここまでリーグ戦3試合に出場している。チームは上位戦線に踏みとどまっている中、それでも思うところがあるようだ。自身の SNS で公開した一本の動画にファンが注目している。現在36歳の田中は、 2006年にアルビレックス新潟でプロデビューを果たすと14年まで在籍。15年2月にはフィンランドのヘルシンキに活躍の場を移し、3期にわたって主力としてプレーした。その後は18年から2シーズン、セレッソ大阪に所属するもスタメン定着とはならず、2020年3月から再びヘルシンキの一員となっている。 4月上旬に開幕した今シーズン、ヘルシンキはここまでの8試合で勝ち点12、3勝3分2敗を獲得し12チーム中5位につけている。とはいえ、消化試合が一つ少ない暫定主位バーサンパロセウラとは勝ち点しさ。6位までの決勝ラウンド進出圏内に確実にいるためにも、トップとの差を縮めたいところだ。 その中で田中は5月21日、自身の公式 X、旧ツイッターで1本の動画を公開。投稿にあたって次のメッセージを添えた。自分のもの、使ったものを戻さない。こんなチームは勝てないよね。これからも徹底的に伝えていきます。収められていたのは、クラブ施設内の様子だった。 練習場ではスタンドに練習機やボトルが放置され、プロテインと見られる袋の口は開いたまま、シンクのグラスも現れておらず、他にもトレーニングで使う用具も使ったら使いっぱなしになっている。波に乗り切れていないチームの現状が垣間見え、田中の言葉から察するに本人もこの状況は腹に据えかねているようだ。 この動画は公開されるとわずか1日で再生回数が184万を超えるなど大きな話題に。コメント欄には、そこから変え抵いという姿勢リスペクト、凡事徹底が大事、かつ以前に大事なことですよね、といった反応が寄せられている。リーグ戦でのさらなる上位進出へ、田中はチームを変革に導けるだろうか。